台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。ゾロの台湾一周第8日目のね、今日はね第8日目ですね。はい、で今日はですね、台湾観光解禁されたんで、日本からね YouTuber さんが来てねコラボすることになりました。海外の海外の、Vlog 系 YouTuber のハルデイリーさんのハルちゃんでーす。よろしくお願いします。お願いします。で今日はね、今からねこれ後ろ見てもらったら分かる通りね、あの台湾といえばね9分ですね、千と千尋の神隠しをね、ここをねあのハルちゃんのチャンネルで紹介してね、で僕のチャンネルでは台湾といえば夜市なんでね、あのはるちゃんの視聴者さんもたくさん見てくれると思うんで、あの台湾に来たことがない、中国語も話せない、ルーローファンすら知らないね、そんなね台湾超初心者の方にね、なんだろう、分かりやすくね楽しくね台湾の夜市を回っていただけるように僕が分かりやすく紹介するんでね、皆さん今日も最後までね楽しんで見ていただけたらなと思います。じゃあね、今日も明るく楽しく元気よくやっていきたいと思いまーす。わーはじめまして、台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。思うんですね、うん、まあ、なので、まあ、初心者の方にも分かりやすい、まあ、有名店、レッド。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、というわけでね、9分の撮影終わってね、9分からタクシーでね30分ぐらいやったかな、20分ぐらいかな、うん、あのね、キールンミャオコーイエスって言ってね、台湾東部の港町にある夜市に、有名な夜市にやってきました。見て後ろ、活気があって盛り上がってるやろね、ライトアップされて、どう？いやいや、もうワクワクしますね。ワクワクしてる、ワクワクしてますね。じゃあ今からね、はるちゃんと一緒にね、ここの夜市をね回って台湾のローカル B 級グルメをね楽しみたいと思います。はい、台湾ね初心者の方にもね、僕がね分かりやすく紹介しますんでね、皆さん安心してね、最後までぜひゆっくりリラックスしてね楽しんでいただけたらなと思います。じゃあ行こっか。行きましょう。はーい、さあじゃあね、今からね夜市歩いていきたいと思います。もしね、はるちゃんなんか食べたいものとか気になるものとかあったら、はい、遠慮なく言ってね。わかりました、うん、何が好きなん？私はですね、うん、まあ、もう本当嫌いなものが全くなくて何でも好きなんですけど。あ、そうなんや。そうなんです。うんこでも、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 ちょっと食べたことない。グルメチャンネルでそういうこと言うなと、ほんまにそういうこと言うなとね。あ、でも、うん、強いて言えば、うん、あの食感がもちもちしてるものとか好きなんですよ。そうやろ、もちもちしてるやつがいいんやろ、はい、ほら後ろ見て、ほら、え、ここのね天ぷらっていうやつね、まず食べる、もちもちしてるからね。はるちゃんここに、はい、16番、うん、ここの夜市は全部ね番号振ってあるから分かりやすいんですよ。本当だ。この天ぷらってやつ食べる、食べましょう、ね、あのね、はるちゃん、日本の天ぷらと違って、うん、日本の天ぷらって言ったら油で揚げた小麦粉のサクサクのやつやろ、はい、台湾の天ぷらって言ったらおでんのね、はい、はんぺんみたいな練り物やね、ちょっと、ね、ちょっと見よ、あ、あれか、そうそう、あれあれ、美味しそう、あれ今から買うからちょっと待ってね、はい、お願いします。いいか、お願いします。これやで、はるちゃん、サイズ感もちょうどいいやろ、値段が35元安いやろ、140円やで、ありがとう先生。さあじゃあはるちゃん、はい、早速やけどね、はい、開始もすぐに買ったね、うん、これ天ぷらって言ってね、天ぷら、台湾式の、はい、あのはんぺんもちもちしたやつ、うん、うん、ちょっと食べよう。いただきます。どうぞ。これは何がかかってるんですか？ピンクのソース。ピンクのソース、そう、詳細は分からんけどピンクのソース辛くはないですもんね。うん、大丈夫。ではいただきます。はい、どうぞ。おいしい。まだ食べてない。まだ食べてない。まだ食べてなかった。うーん、もちもち
言ってた通り、もちもち。おいしい。あ、よかったよかった。揚げたてやろ。熱いでしょ。そう。しかも35元で、サイズ感もちょうどいいね。うん。だから本当にね、食べ歩きにちょうどいい。おやつって感じなんよね。確かに。これ特に女性の方すごい好きだと思います。うん。その理由はなんで？おお、もちもち食感がね、女性は食感が好きやからね。ああ、なるほどなるほど。よかったよかった。じゃあ僕もちょっといただきますね。いただきます。揚げたてなんよ。揚げたて熱々なんよ。もちもちなんよ。おいしいよな。おいしいですね、うん、たまらんですこれ。量がちょうどいいね。おお、ハマってるね、はるちゃん。ハマってるね。いいねいいね。よかったよかった。じゃあね、まだまだ山のように B 級グルメあるね。どんどんね、食べに行こう。そういえば、はい、春は YouTube 初めてどれぐらいなん？春は YouTube 初めてどれぐらいなん？春はですね、うん、1年と3ヶ月なんや。なんでまた YouTube 始めようと思ったの？YouTube 始めたきっかけは、うん、あのまあ、コロナ禍になって旅行行けなくなったじゃないですか、うん、はいはいはい。その時に、うん、逆に、うん、あの全く誰も旅行していない中で、うん、旅行をやりながらチャンネルやったらいいかなって思って、うん、まあ、それから始めたらちょっと見てくださる方が増えてきて、はい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 、今に至るような感じです。あ、じゃあちょうどその1年3ヶ月前に YouTube を始めた時は、はい、コロナの真っただ中やったね。真っただ中でした。なるほど、はい、やからこそ逆にそこで旅行系のチャンネルやったら、はい、みんな見てくれるようになったんや。そうなんです。へえ、それがきっかけなんやね。それがきっかけですね。もともと海外がすごい大好きで、うん、こう働いて頑張ってお金貯めていくの繰り返しをやってたんですけど、はい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 、海外に関わった仕事になったらすごくいいのになってずっと思ってたんです。なるほどね。そうなんです。ほうほう。でも、うん、私が最初にいたのがドバイなんですけど。おお、初海外がドバイ。YouTube 始めて行ったのがドバイ。あ、 YouTube ね。はいはいはい。でも入国方法がえらい難しくって、はいはいはい、逆にこれ動画に一本にまとめてめっちゃ簡単にしてみんなに見てもらおうって思ったのが、はいはいはい、それが初めてのきっかけです。なるほどね。もともとじゃあその OL みたいなのされてた時に、はい、仕事で働いた時に貯金して、はい、貯金が貯まったら海外旅行に行くっていうのを繰り返してて、もともと海外旅行が好きやったよね。大好きでした。それで YouTube を始めてドバイに行ったら、はいはい、その入国方法がえらいややこしかったんや。ややこしくて、それを分かりやすく撮って公開したらみんな喜んでくれたよね。分かりやすい。あ、でこれで役に立てるんじゃないかと、はい、世の中の人に役に立てるんじゃないかと。そうなんです。で今やってるって感じだよね。そうなんです。なるほど。これからこう海外に行きたいけど、まあ、行き方がわからないとか、うん、まあ、そういう方のこう背中を押せるようなチャンネル、うん、まあ、していきたいなと思ってます。なるほどね。皆さんの海外旅行に行きたいという時、不安やから、やっぱり海外行ったこともない海外不安やから、そんな背中を後押しできるようなチャンネルを目指してるってことやね。それの通りです。人に歴史あり、YouTube チャンネルに歴史ありですね。はるちゃん見て、ここにな、うわ、すげえでっかいお寺あるやろ。すげえでっかいお寺あります、ね、こっちほら夜市やん、はい、こっちも夜市やろ、はい、でここにでっかいお寺があるやろ、はい。台湾の夜市ってもともとこういうお寺が発祥やねん。え、そうなんですね。どういうことかっていうと、はい、台湾の人ってめちゃめちゃ信心深いよね、はい、で一日のねうちにね、うん、何回も何回もお参りに来るんよ、でそんなに人が来るんやったら、はい、ある人がね、うん、屋台出したら流行るんじゃないかと、お寺の横に、はい、そう考えた人がおったんよ、うんうん、ほんで屋台を出したんよ、こんな感じでお寺の横にね。なるほど。そしたら案の定流行って、はい、え、めっちゃ儲かるやんってなって、じゃあ私も、じゃあ私もってなって、どんどん屋台が増えて、はい、参拝お参りに来る人も、うん、じゃあお参りついでに飯でも食べていこうかっていうことになって、はい、それが今現在の夜市になってん、だから台湾の伝統的な夜市、どこでもね必ずね、伝統的な夜市は必ず横にこういう大きなお寺が絶対にあるね。シーリン夜市とかもあるし、はい、ありました、ありました、あったやろ、はい、そうそうそう、これが台湾の夜市の歴史やね。なるほど。ちなみに、はい、トイレ情報、ここのお寺にトイレがあります。ここでトイレ借りれます。
さあもうそんなうんちくはいいと、もうそれよりも食わせろと。食べたい、食べたいと、もうとにかく食べたい。もうそんなお寺もそんな夜市の始まりとかそんないらないと。とりあえずね、ご飯食べろ。あのね、はい、やっぱりね、台湾といえば、はい、ルーローファンやね。あ、ルーローファン食べたいです。台湾人のソウルフード、はい、豚のトロトロそぼろご飯、うん、ここの夜市の中で一番有名なね、はい、ルーローファンの名店があるんでね、はい、今からそこに、ここでーす、これーす。はるちゃん、ここ番号で覚えて。31番。そう、31番ね。ここのルーローファンがここの夜市で一番有名なんよね。うん、ここでね、はい、食べよう。食べましょう。うん、ここ味噌汁粉、美味しいな。两位没有。来，两位来。嗯，谢谢啊，这一点点，一点点。これがハルちゃん。ルーロー、豚のトロトロそぼろご飯のルーロー。トロトロ。美味しそうやろ。じゃあ行こう。两位、はい。はい、先生。あ、两がシャオル、两がジャーダン。さあ、じゃあ今ね、ルーローファン2つとね、煮卵注文してきたんでね、煮卵待ちましょうか。さあ、はるちゃん来たよ。これが台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろご飯、ルーローファンって言います。ルーローファン、はい、これね、台湾に来たらもう絶対食べてほしいんですよね。はい、ルーローファン、台湾に来てルーローファン食べなかったら、うん、台湾に来たとは言えない。そんなに重要なものなんですか。絶対食べなあかん。そう、お母さんがめっちゃ美味しいでしょって言って、まだ食べてないわ。これね、あの豚のトロトロね、タイプのね、あの俺は個人的にここのやつはちょっと味付けが甘すぎるかなって思うんやけど、だからこそ分かりやすい。初めてウルーローファン食べる方はここめっちゃおすすめ。癖とか全くないから、はい、さあ、じゃあさっき9分でも食べたけど、こっちの方がはるかにうまいで。うわー、ちょっと食べてみて。はい、いただきます。どう、おいしい？まだ食べてない。食べてない。食べてない。では、では持ち上げちゃダメなんですよね。台湾ってお皿持ち上げちゃダメなんですよ。知らない。そうなんです。あ、ダメって聞きました。いいよ、持ち上げていいよ。いいんですね。知らない、ごめん、知らない。あんまその気にしたことないわ。じゃあいただきます。はい。おいしい。おお、よかったよかった。全然違うって。あの昼間食べたやつと全然違う。なんだろう、味付けが全く違うんですよ、うん、やっぱ甘めで美味しい、うん、やっぱこう豚肉って甘い味付けの方が合うから。確かに、こっちの方が断然美味しい。確かに。今いいこと言うたね。豚肉は甘い味付けの方が合うって、うん、合う。そう、俺もいただきます。いきなり持ってるしな。持ってるいただきます。どうもな。おいしい、おいしい。やっぱおいしい。個人的にさっきも言ったけど、僕はねちょっと甘すぎるなって思うんやけど、だから多分3回食べたら飽きると思うね。あー、なるほど。でも初めてやったら、うわうまいって絶対なると思う。なります。すごく分かりやすい味。あの甘めの肉じゃがみたいな感じやな。あ、そんな感じしますね。そうそう、ご飯に合う感じ。そうそう、あの肉じゃがの2日目とか3日目でもう溶け出して、肉とか玉ねぎとかじゃがいもまで溶け出して、最後白ご飯に汁かけて食べるやん。あんな感じの、あんな感じです。そう、味付けが八角とかウーチャンファンとかの癖が全くないんで、本当に台湾初めて来られた方、ルーローファン、ここのルーローファンは口に合うと思います。これがねルーラン煮卵って言うんですけど、ルーローファンと煮卵、これね絶対セットで一緒に食べてほしいんですよね。はい、これね、はい、一緒に食べてみて。はい、一緒に。食べる前に言わなあかん言葉が、セリフがあるんやけど。はい、ありがとう。ルーローファンと、これね。これね、ルーローファンと煮卵は絶対一緒に食べないとダメなんですよ。決まってるんですよ。ルールなんですよ。僕が生まれる遥か昔からね、いただきます。って言って食べて。長い。長いって言われた。みんな長いって言われたわ。確かに長い。じゃあちょっと言ってくれるらしいから。ええー。
やるしかないな。やるしかないわ。じゃあ、はるちゃん。みんなに教えてあげて、はるちゃんのはるデイリーの視聴者さんに、台湾来たことがない方に、ルーローハンと煮卵の食べ方を教えてあげて。ルーローハンと煮卵は絶対に一緒に食べなきゃダメなんですよ。でルールが、私が生まれる前から決まってるんですよ。いただきます。暑いんじゃない？大丈夫？暑いよね、暑いよね、暑いよね。熱々の卵をバクっていったからね。青なのかな？この子青なのかな？青なの？この子青なのかな？青です。殻のまだ卵が残ってる殻のルーローが。もう絶対これがなきゃダメ。そうやな、そう思う、そう思うってみんな。よかった。じゃあね、まだ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 美味しいものがあるんで、はるちゃん続き回ろうか。行きましょう。さあはるちゃん、そろそろ喉が渇いた頃だろ君は。あ、もう喉カラカラです。そうやろ、はい、もう分かるから、手に取るように分かるから。あの煮卵食べたら喉乾きます。そうやな。そう、喉持ってかれた。俺じゃなくても分かるな。分かります。じゃあね、フレッシュジュースここで買おう。買ったことないけど、すぐ後ろにね、はい、56番の屋台がある。56、水の果物って書いてシュエイブオーって言うんやけど、はい、多分フルーツジュースやと思う。ここで何か買おう。買いましょう。はい、あのね、はるちゃん、はい、ここで買おうって言ったんやけど、はい、値段が安すぎるんよ。もう安すぎる。それっていいことかもしれないけど、うん、このフルーツジュースで安すぎると、うん、水大量に入れてる可能性大で、美味しくない可能性が高いから、違うとこしていい？あ、違うとこ行きましょう。ごめんね、せっかく飲むやったら美味しい方がいいからさ。嬉しいです、うん、じゃあね、ここの33番、さっきルーローマン31番食べたやん、うん、すぐ隣のね33番、ここでフルーツジュース買おう。で、台湾でフルーツジュースといえば、はい、これ1個だけ文字がでかいやろ。でかい。キュウリウシなんとかって書いてるやん、はい、これムーグオ尿ないって言って、うん、パパイヤミルクのことやねん。パパイヤ大丈夫？大丈夫です。じゃあこれもらおう。はい、じゃあこれ。以外はムーグオ尿ない。ほんまはこれでも安いんよ。あの、だからちょっと心配。やっぱりパパイヤミルクは60元70元ぐらいするのが普通やから。そうで、当たり外れがやっぱね、フルーツのものやから、はい、当たり外れが大きいんやけど、ちょっと心配やけどね。まあとりあえず買ってみよう。はい、うん、よいしょ。もうできたよ。ちょっと不安。ありがとうございます。さあ買ってきました。買ってきました。ムーグオ尿ないパパイヤミルク、色が割といい色してるわ。割といい色ですか、うん、ただ来るのめっちゃ早かったから、うん、作ったやつを置いてたな。あ、ですかね。普通は注文してから作ってくれるんだけど、はい、これは作り置きやわ。ちょっと心配。ちょっと心配だな。飲んでみて。いただきます。どうかな。うん、おー、なるほど。なるほど。不思議。ちょっとメロンっぽい味がする。ちょっとメロンっぽい味がする。この反応はね、微妙なんじゃないかな。でも美味しいです。本当に、うん、あのね、この本音で分かりやすいがもっとやから、うん、美味しかったら美味しい、まずかったらまずい、これもはっきり言うチャンネルやから、うん、はるちゃんももしほんまに美味しくなかったりとか、うん、微妙やったら言ってね。あ、言います、うん、でも結構美味しいけど、ミルク感が強いかもしれない。ああ、そうなんやね。まずに牛乳が来て、その後にこうメロンっぽい香り、パパイヤの香りがふわってくるような。ああ、なるほどね。ちょっとスムージー感がある。はい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 。なるほどなるほど。じゃあパパイヤよりも牛乳が先に来るんや。牛乳先に行きます。で、後からパパイヤがふわって追いかけてくるような。なるほどなるほど。じゃあちょっと僕もいただきます。あ、ぜひぜひぜひ。うるさいからね、僕ね。いただきます。悪くない。お、悪くないでしょ。50元にしては悪くない。うん、あの、美味しい部類に入るよ。お、うん、いや、ほんまに美味しくないですね。僕一口飲んで捨てるから、マジで。マジで。ほんまにほんま、今過去の動画でも何回か捨ててる。本当に飲めなくて。お、うん、あ、いけるいける、うん、よかったよかった。これはこれは、あ、よかったよかった。そこね、33番、ムーゴーにおないパパイヤミルク、皆さんおすすめです。おすすめです。じゃあ続き回ろう。はい。
さあ、はるちゃん、はい、喉も潤ったところで、はい、行こうか、次ね。行きましょう、うん、あのね、ここの夜市でさっきのルーローハンとね、並ぶぐらいね、はい、すげえ行列ができるね、台湾のローカル B 級グルメがあるんよ。どこですか？それが、ここすぐ近いね。すぐ近い。すぐ近いね。この58番、栄養三民地っていうんやけど。栄養サンドイッチ。サンドイッチ、そうそうそう。ここです。今日あんま並んでないけど、はい、いつも大行列できるんよ。そうなんです。で、土曜日、日曜日、整理券取らないとダメなぐらい。ほんと。じゃあ、ここ並びたいと思います。はーい。次だ。谢谢。世間話がすごい。話が止まらない。さあ、はるちゃん、はい、これがさっきのルーローハンと並んで、はい、ここの夜市で2大名物のね、行列のできる揚げパンのサンドイッチですね。揚げパンサンドイッチ、うん、具はね、下にキュウリが入ってて、トマトと、はい、でこの色が黒い卵ね、うん、あとハムが入ってる、うん、これもね、マヨネーズがすごい甘くて、特徴的、台湾でしか食べれない。そうなんです。そう、食べてみて。あ、いただきます。どうぞ。いけるかな。おお、よかったね。すごい。うん。熱がやばい。熱い。一周したよ。くるって一周したよ。ハムがでかい。なんてなんて？ハムがでかい。ハムがでかいと。このぐらいだね。うん。分厚かったハムがね。マヨネーズがめっちゃ甘くて。そう、そうそう。台湾のマヨネーズ甘いよね。そう。でもこういう揚げパンサンドイッチにすると。逆に美味しい。うん、美味しい、うん。あとサクサク、あのパリパリです。そうそうそう、うん。カレードーナツみたいなね、揚げドーナツみたいな感じで。うん、ハマる人はハマるこれね。うん、ハマりました。ハマった、うん。このまたゆで卵が美味しいんよ。これですよね。そうそう、色が黒いけど。たどり着けるかなこれ。なかなかゆで卵届かない。お、ゆで卵届きましたね。うん、うん、美味しい。黄身の味が濃い。黄身の味が濃い、うん、これね、ヤーダンって言って、うん、鴨の卵なんですよ。あ、そうなんですか。鴨の卵って黄身がね、うん、黄身の割合がでかい、それが特徴。そうなんだ。そうそうそう。じゃあ僕もね、一口いただきます、はい、僕はトマトのとこいただきます。おー、いけますね。久々に食べたけど、美味しい。なんかね、1回目より2回目、2回目より3回目、食べれば食べるほどハマってくる中毒性のあるサンドイッチやね。確かにそれはありますね、がある。じゃあね、まだ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 美味しい B 級グルメあるからね、どんどん回ろう。行きましょう。さあ、はるちゃん、まだ食べれる？はい、あ、まだ全然行きます。全然いける。じゃあ次はね、はい、満を持して、はい、俺がここの夜市で一番好きな屋台行こう。あ、行きましょう。嬉しい。今日も行列やと思う、それがここ。もう一個一個が近い。一個一個が近い。近いな。はい、43の1番です。ここね、一口天ぷら。いや、ありがとうございます。シャンチャンって言ってね、カオルチョウって書いてソーセージなんよ、炭火焼き一口ソーセージ。あ、美味しそう。ここが俺一番好きなね、うん、この夜市で一番好きな屋台やね、並んでるやろ。あ、並んでますね。でもそんなにこれ少ない方よ。もう大行列、ほんまはね、うん、じゃあ買おう。行きましょう、行きましょう。このね、生ニンニクがめっちゃうまいの、すごいんよ、最高なんよ。シェシェ、シェシェ、はい、ありがとう、シェシェ、買いました。
はるちゃん、はい、暑いやろ。暑い。めっちゃ暑いやろ。めっちゃ暑い。めっちゃ暑いやろ。うん、さっき9分の時に俺言ったやろ。うん、熱々で食べたらダメなんや。あ、ちょっと冷ましてから食べなきゃ。そう、ちょっと冷ましてから食べないと、うん、やけどしたらもうその日の食事、うん、終了やん。終わってます。終わってしまうやろ。だから、うん、ちょっと待とう。ちょっと待ちましょう。待ってる間ちょっと良いじゃん、歩こう。はーい。はるちゃんさ、はい、海外旅行系 YouTuber やってるやんか、はい、あの今まで何カ国ぐらい回ったん？YouTube 始めてから14カ国行きました、うん、あ、14カ国も行ったんや、はい、その中でどこが一番良かった？え、めっちゃ難しいんですけど、うん、最近だとトルコが良かったです。トルコが良かったんや。トルコ、それ理由はなんで？え、物価が安い。あ、物価が安い。そう、ご飯が美味しい。ご飯が美味しい。あと人が優しい。人が優しい。そう、あと気球がある。気球がある、うん、あー、カッパドキアのとこね。そうなんですよ。はい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 、なんでこうホテルに泊まって朝の6時とかに起きて、うん、カーテン開けたら気球がブワーって飛んでるんですよ。それはロマンチックですね。ロマンチック、うん、その光景がもうやっぱりもう今のところ一番ですね。へえ、うん、素敵な、なんか本当にこうなんか地球にいないような感覚、違う星に来たんかなってぐらい幻想的な。なるほどね。見れるトルコが好きになりました。なるほどね、はい、じゃあ皆さんあのね、はるちゃんはね、はい、今までで14カ国回った中で、うん、トルコがね一番好きだそうですよ。です。あの海外旅行行かれる方ね、うん、トルコ検討してみてもいいかもしれないですね。そうです。さあ、はい、はるちゃんのトルコ話も聞いたところでちょうどいいぐらいにソーセージがね、冷めました。冷めたんで、はい、ちょっと冷めたぐらいがうまいんですよね、うん、冷めすぎたら良くない、はい、うん、でこれもね、ごめんこだわりがあってごめん悪いんやけど、はい、これね、まずソーセージを食べてほしいんよね、はい、で、甘いんよソーセージ、はい、台湾のソーセージって甘いんですよ、はい、でさっき言ったみたいに生ニンニクがついてて、その生ニンニクがめっちゃうまいんで、はい、その生ニンニクを、うん、ソーセージまず食べて、そのソーセージの噛んで飲み込もうかなって思ったぐらいの時に飲み込まずに生ニンニクを口に入れて、追いニンニクして、追いニンニク、そしたらすごいから。お、了解です。じゃあどうぞ。え、ニンニクは何個ぐらいと思う？一つです。一つだけ、うん、じゃあいただきます。ニンニク刺して用意しといて、うん、甘いやろ、うん、美味しい、うん、でよく噛んで、うん、もう飲み込むかなっていう時に飲み込むの我慢して生ニンニク投入です、うん、投入しました。よく噛んで、わっ、うわ、めっちゃいい香りする。やろ、うん、やろ、ガチガチやろ、やばいこれやろ、うん、ビール欲しい。そう、ビールが欲しくない、これはね、うんうん、あのこのソーセージが甘くてニンニクは辛いから、甘いと辛いでちょうどいいね。有名やから、みんな知ってるから、みんな知ってるから、俺が見つけたみたいに言うのやめて、逆に恥ずかしいから。一番数です。そうそうそう、みんな知ってるから。そうそう、わー美味しい、ゾロさんこれ。そう、うん、で、あのさっき言ったみたいに、あの順番、先にソーセージ食べてから、うん、ま、生ニンニクがいいんよ、うん、一緒に食べると、うん、生ニンニクは早すぎる。あー、なるほど。そう、うん、後から追いかけてくるぐらいがいいんよ、うんうん、そうそうそう、なるほどですね。ごめんね、こだわりがちょっと。いやー、ちょっとこう、ゾロさん あのやり方でやった方が絶対美味しいと思います。と思います。まだです。タイミングが人それぞれあるからね、うん、おー、今いったね、うまっやろ。そうやね、うまってなるんよ、ニンニク入れた途端に、うん、全然違う。生ニンニクがあるかないかで言ったら、551があるときないときぐらい違うから、ね、大阪の人しか分かりませんっていう。じゃあ僕もね、ちょっといただきたいと思います。今黙ってたらはるちゃんね、どんどん一人でもうなくなるかと思った。これね、皆さんほら、ソーセージと生ニンニクね、これを一緒に食べるとね、ちょ、今食べますよ。早いね、ニンニク食うの早いんよ。いや、美味しいよ、もちろんこれでも美味しいけど、ニンニク食うの早すぎて飲み込む時にはもうニンニクいないの。あ、ダメですね。そう、もったいない、うん、だから
まずね、このね、ソーセージを入れます。で、パンで飲み込む？飲み込まない？どっちなんだいっていう時に、このね、生ニンニク、追い生ニンニク。これ、おいしい。マジでめっちゃうまいよ、みんな。ここの用意してきたら、これ絶対食べて。絶対食べてください、これ。僕の一押しです。私の一押しです。おお。今のところ一番うまい。今のところ一番うまい。おお、よかった。これやばい。じゃあね、まだまだね、まだまだあるから、どんどん続き回りたいと思います。Let's go。ハルデイリーのハルちゃんです。ハルちゃん、なんか食べたいものないの？食べたいもの、うん、あれ食べたりしたの、うん、ネギもち。ネギもち、あ、ソンヨーピンのことかもしれないね。ソンヨーピンかな。ネギ油もちね。あ、ネギ油もち、オッケー。そこにあるわ。お、行きましょう。よっしゃ。ワンちゃんがいます。ちょっとメタボ。あ、ちょっとメタボ。ワンちゃんがいてます。触ってもいいの？はい。触ってもいいの？かわいいな。かわいいな。はるちゃんが芝居のどういう状況、これどういう状況。ありがとう、せいせい、せいせい、ありがとう、せいせい。台湾の人は本当優しい。ありがとうございます、せいせい。というわけで、はるちゃん、はるちゃんが食べたやつ、このチョンヨーピン、これやと思う。これです、これです。ネギ油餅ね。ね、これほら並んでるやろ。どこでどうやって並んでいいかわからんやろ。これ台湾あるある、どうやって並んでいいかわからない問題。はい、これ台湾名物です。台湾名物。どこで注文したらいいかわからない問題。ほんまにみんな並んでる、はい、そうでしょ。だからこれはもう思い切っていくしかないですね。はい、味が選べるよ。何味がいい？何味があるの？これオリジナル、胡椒、わさび、梅、海苔、辛い、カレー。やっぱでもまずノーマルから。ノーマルから、うん、ユエンウェイって言いますね、これノーマルね、はい、じゃあ、イガユエンウェイって言って。イガユエンウェイ。イガ、イガ、イガユエンウェイ。イガユエンウェイ。うん、そうそうそう。イガユエンウェイ、うん、一つのことはイガ、で、オリジナルのことはユエンウェイ。イガユエンウェイ。イガユエンウェイ。はるちゃんが今から中国語で注文しますよ。よし。イガユエンウェイ。イガユエンウェイ。言えた、言えたね。はるちゃんが中国語で注文しました。できました、よかったね。イガウエンウェイ。イガウエンウェイ。ガウエンウェイ。あ、ダウンチンいいじゃん。もシェシェゲットしました。ネギ餅です。切られてる。食べやすい。お、じゃあ食べよう。さあ、はるちゃんが食べたかったネギ餅トンヨーピンですね。どうでしょうか。じゃあ、いただきます。はい。熱そう。出来たて。うん、あ、パリパリ。お、パリパリなんや。甘いんですか。甘いんや。へぇ、玉ねぎの甘さかもしれない。玉ねぎの甘さ、うん、ソンヨーピン、あ、ネギやけど、青ネギやけどな。玉ねぎではないけどね。ネギの甘さ、はいはいはい。美味しい。美味しい。あ、よかったよかった。味付けがシンプルなチヂミみたいな感じです、うん、味付けがシンプルなチヂミみたいな感じなんやね。韓国のね。韓国の。じゃあ僕もいただきます。僕実はめっちゃ、3年ぶりぐらいかもしれません。そんな、うん、いただきます。パリパリや。パリパリ、うん、トンヨーピンってこんなんやったかな。パリパリや、うん、パリパリ。もちもちよりパリパリが強い。中もちもちやけど、マジでパリパリが強い。いい塩加減やね。いい塩加減、うん、そのままでも美味しい、うん。ネギの味ちょっと俺よく分からんけど、なんか玉ねぎっぽくないですか。玉ねぎっぽい。青ネギじゃなくて確かに玉ねぎっぽい。そうそう、うん、
これはまた女性の方好きやな。パリパリもちもちやもんね。うん、美味しいと思う。35元やから140円ぐらい。安いでしょ。みんな台湾ね、円安とはいえまだまだ安いんですよ。みんな遊びに来て台湾ね、うん、後悔しないよ、うん、しないよ、うん、じゃあまだ行ける？まだ行きます。すごいな、大食感ならぬ大除血や。ちょっと何言ってるかわからない。じゃあね、ここキールンっていうね、あのキーロン、ジーロン、あの港町なんよ。シーフードとか食べよっか。いいですね、うん、シーフード今からちょっと奮発して食べに行きたいと思います。なんかその便、高岡から関空の直行便だったらその時間しかなかった。あ、そうね。さあ、はるちゃん、はい、こっちにも屋台あるね。めちゃめちゃありますね。すごいやろ。すごい、ずっと向こうまで続いてるね。巨大な夜市やろ。うん、でこのよ、このここのちょっと抜けたところに、はい、シーフードのね、うん、屋台でちょっと気になってるところがあるから、そこでちょっとね、はい、何か美味しそうなシーフードあったら食べてみよう、はい、俺もまだ行ったことないから、はい、美味しいかどうかわからないけど、はい、行ってみましょう。ほら、はるちゃん、一口ガニ、美味しそう。一口エビ、一口ワカサギ、これイカのくちばし。ね、美味しそうでしょ。牡蠣の唐揚げとかエビとかね、美味しそうでしょ。カニとかね。ワンちゃんが座っております。ワンちゃんが座っております。看板犬です。看板犬、ドリンク屋台、ドリンク、すごくかわいい、かわいい、バイバーイ。かわいいね。はるちゃん忘れてたわ俺。なんでしょう。あのね、うん、これ絶対食べてほしいね。これ見て、あ、これキューキューって書いてるでしょ、はい、これもちもちってことなんやけど、もちもち、このね、下にね、地売り玉って書いてるやろ、はい、これディーゴアチョウって言ってね、さつまいものもちもちボールやね。さつまいももちもちボール、これ絶対好き、みんな好き。大好き。あ、食べた？食べました。この前、はい、やじで食べました。それ動画撮ってる？撮ってます。めっちゃ美味しかった。じゃあいいや。こっちのチャンネルで見てください。これね、皆さんおすすめです。台湾旅行初心者の方、夜市に来たらこの地売り玉っていうのを見つけたら買いましょう。30元、120円ぐらいで、安くて、うん、もちもちで、うん、お年寄りから子供から、うん、女性から、うん、男性からみんな好きです。みんな好き。はい、ワンちゃんがいてます。またワンちゃんがいます。またワンちゃんがいます。可愛いですね。君は可愛いですね。そう、そう。アーティスト、可愛いですね。可愛いですね。可愛いな。ありがとうね。シェイシェイ。ありがとう。シェイシェイ。台湾の人は本当フレンドリーで優しいね。はるちゃん、こっちはね、なんか服とか小物類とか、あとゲームとか、夜市のゲームとかもあるんよね。風船割りゲームとか。輪投げゲームとか、こういうなんかほら、どうやって遊ぶのかわからない、昔ながらのなんかとかね、なんかちょっとゲーム1個やってみようかな、せっかくやからね。輪投げか風船割りか、どっちがいい？うわー、でも風船割りの方が好き。風船割り、じゃあちょっとやってみたいと思います。これは何ですか？ひよこ釣りゲームやな。聞いたことない。これは俺も初めて見たね。お客さん誰もいないね。こっちに輪投げがあるでしょ、はい、でこっちに風船割りがあるでしょ、はい、風船割り2種類あるやん、はい、どっちがいい、はるちゃん、どっちチャレンジする？こっちの方が簡単そう。こっちの方が簡単そう。よいしのゲームなめんなよ、子供騙しに見えてめっちゃ難しいからな、じゃあこの簡単そうって言ったやつやろう。やりましょう。じゃあ、あのはるちゃんがチャレンジします。はい、ラストポイントはよろしく。ダーツ一列やろ。一列、ここから？Yes。 ここでいいの？ Yes。 本当に？めっちゃ簡単じゃない？めっちゃ、これはちょっと、これはちょっと、いきます。はい。めっちゃ簡単じゃないですか。多分、はるちゃんが可愛いから、お父さんなんかあの、あまけ、これじゃちょっとさすがに思んないから、こっちからやろう。ちゃんとやろう。ルール通りちゃんとやろう。
はい。お、違うよ。こうやで。そう。ほら難しい。ほら難しい。あ、もう一個いいの。優しい優しい台湾。いいな。これ僕やったら多分あかんで。おーすごい。あと2つ、うん、おーすごい。あと1個。すごいやん、はるちゃん。おー、あ、これもいけと。これもいけと。おーすごいな、うまいな。え、すごいな。あ、またもらったやん。すごいな。あー惜しいですね。うわー、最後一個、最後一個や。頑張れ。うわーすげえ、すげえ。ありがとう。好きなやつ選んでいって、うん。ここ好きなやつ選んでいいよ。うん、めっちゃ種類あります。めっちゃ種類あるよ。めっちゃ可愛いわ。ゆっくり選んで。どっちがいいですか？俺こっちが好きやな。こっちですか？いいのかい？ありがとう。よかったね。やった。お兄さんありがとう。シェシェ。めっちゃ優しい。よかったね。よかったね。いや、ちょっとあのお兄さん大サービスしてくれた。大サービス。にしてもうまかったでしょ。うまかった、うまかった。うん、うまかった。ちょっと驚いたね。よかったね、ゲットしました。台湾の夜市のゲーム楽しいですよ、皆さん。やりに来てください。はい、というわけでね、ここで夜市が終わりなんやけど、はい、この夜市の終わりのここ見て、なんといぶし銀な屋台が。見てこれ、ここここここで今からシーフード食べるから。うーわー、どう、はるちゃん見て。いいですね、ワクワクしますね。東南アジア感があるやろ。東南アジア感めちゃめちゃあります、うん。で、この柿、うん、これ唐揚げにしてもらうから。おー、いいですね。おわーすーって言うんやけど、これうまいから。へ、えー、うん、で、見たことないのがいろいろありますね。次がおわーすー。おわーすー食べたい。ランホー、何が好きなん？うわ、私柿好きですよ。あの、他何が好き？なんかイカとか。あ、じゃあ、マヨ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 、サンペイ、サンペイ、タウキュー、サンペイ、チャオマヨ、タイマチャオマヨ、チャオマヨ、チャオマヨ、サンペイ、サンペイ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ今ね、イカのマーヨーって言って、ごま油とお酒で炒めるやつと、あと牡蠣の唐揚げもらったから。じゃあこれでいこう。いいですね、これでいきましょう。ここで食べるねんで。すごいやろ。つべんつ。さあ、最後の最後にいぶし銀な屋台に来たよ。絶対一人やったら来れないです、ここ。俺も来れないわ。ゾロさんでさえ来れない。お父さんが、お父さんが、お父さんお父さん、お父さん、めっちゃ話してきてるけど、何言ってるか全く分からん。何言ってるか分かりません。はい、というわけでね、キールンといえばやっぱシーフードなんでね、はい、港町やから。これね、僕のおすすめの牡蠣の唐揚げ、オアースーって言います、はい。で、これが三平洋ウーっていうかな、あのイカのなんか台湾の独特の炒め物ね。うん、マヨーって言ったけどなんか違うやつが来たわ。まあ、こういう時時々ある。中国語下手くそなんで。はい、じゃあね、牡蠣のがもう量がすごい。すごいですね。値段いくらかまだ聞いてないけど量がすごい。はい、はい。じゃあ食べてみて。はい、いただきます。どうかな。どうかな。すごい塩コショウがたくさん振られてますね。うんうんうん、いただきまーす。うん、おいしい。おいしいしか言わない。この子おいしいしか言わない。だっておいしいんだもん。だっておいしいんだもん。
だって美味しいんだもん。すごい塩コショウのパンチがすごい。でもそれに負けないぐらい牡蠣の、うん、あのトロッとした感じ、うん、とね、香りがすごく美味しいんですよ。ジューシーさがある、うん、ジューシーさがある。口の中で、うん、オイスターってくる、くるくるくるみたいです、うん、アレンジ出てきましたね。美味しいですよ。おー、よかったよかった、うん、じゃあ俺もちょっと食べてみるわ。塩コショウがね、ガツンってきます。これね、うん、いただきます。塩コショウの加減が絶妙やね。絶妙。この葉っぱなんだろう。これバジル、台湾バジルやね。バジル、うん、素揚げしてやろうね。どう、バジル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 です。イタリアのバジルと違うね。違いますね。台湾のバジルともすればね、トイレの芳香剤みたいな感じがする時もある。うん、そう。じゃあバジルと一緒に、うん、どうでしょう。バジル感あんまないな。どっちかっていうと、うん、ちょっとシソっぽいような感じの香りがしますね。確かにね。バジルというより、うん、素揚げしてるからだいぶ香りが飛んじゃってる、うん、いやちょっと塩コショウちょっと多すぎるかもしれない、ごめん、うん、ちょっとかけすぎな気がするわ、うんうんうん、ちょっとかけすぎかもね、うんうん、じゃあ次はこのイカ行こう。イカ行きましょう。どうぞ。こっちも台湾バジルが入ってるんです。そうね、こっちの方が多分もっとバジルの味がつきついと思うよ。なるほど。わ、分厚い。いただきます。んお、八角の香りがする。八角の香りがするんや。あ、私は好きです、うん、けど結構八角が強い。へ、うん、さっきあの美味しいしか言わないって言うから、今美味しいって言わずに何かコメントしようっていう、うん、あの思いが感じてきますね、うん、ビンビンとね。成長しようと思って、ゾロさんと会って。いいんやね、美味しいっていう子がね、やっぱ女の子好かれるからいいねんで、それが一番いいねんで。全部美味しい。いただきます。美味しい。うん、よかった。これめっちゃ好きやわ。おお、うん、すごい八角の味しますね。八角の味はしないかな。これ八角じゃないんですか。バジルの味が八角って思うんじゃない、うん、スーンってくるから。そうなのかな。バジルなしで食べてみて。バジルなしで食べてみよう、うん、あ、このイカうまいわ。あ、ほんとだ。何もしないでしょ、うん、何もしない、うん、普通の甘辛いタレでしょ、うん、さっきのバジルがツーンってきすぎて、うん、八角と多分間違えたんやと思う。全然違いますけどね。俺これこの店やったらイカの方がこっちの方が好きやね、うん、私もこっちが好き。うん、美味しい。プリプリして新鮮で、うん、ちょっとこの柿ね、やや臭みがある、うん、本当ですか。正直ね、それで塩コショウ。そんな感じがする、うん、ごまかそうとしてんじゃないかなっていう思いがちょっとある。分かんない、うん、こんな感じでした。こんな感じでした。じゃあ最後の最後にね、はい、台湾といえばデザートね、うん、夜市のデザートの代表格があるんで、はい、最後それ食べて締めよう。そうですね、うん、なんてなんてさあさあさあ、ね、じゃあね、最後あのデザート食べに行きたいと思います。みんな見てこれ、お父さんがこのなんか戦時中の乗り物みたいな、すごいな、すごいですね。戦いそうなトクトクやな、うん、さあはるちゃん、ここがね、はい、ドーファーって言ってね、ドーファーでか、豆花って書いて、はい、ドーファーって読むんやけど、ドーファー豆腐のスイーツなんよね、要はね、はい、うん、日本のね、滑らかな絹こし豆腐を、はい、さらに4倍ぐらい滑らかにした豆腐のスイーツ、ドーファーっていうね、はい、3兄弟、ここでね、最後にデザート食べよう。やったー。はーい、じゃあはるちゃん、はい、ここ空いたからね、はい、ここで食べよう。ここで食べましょう、うん、雰囲気いいでしょ。いいですね、いいですね。特等席しかも、特等席、うん、シェシェ中文、じゃあね、うん、メニューね、ちょっと見せてもらいまーす。食べたいやつある？食べたいやつもおすすめがいいです。おすすめ、俺はね、あずき、あずき、あずきと、あのお昼間9分でも食べたけど、はい、ウーユエンジュってタロイモの組み合わせが俺は好きなんやけど、はい、うん、あ、じゃあこれとこれってことですね。タロイモと小豆。そうやね。でこれもう一個なんか入ってるから、うん、これ何か分からんやついらん。
いらんですね。うん。じゃあそれで大丈夫？他なんか食べたの？タピオカとか？これかな？あ、そうそうそう。あ、でもこれはタンやから豆腐が入ってないね。あ、なるほど。タピオカ食べる？あ、タピオカもちょっと食べます。じゃあ、イガビンダドーファー、ホンドウユウユウエン、ファンユウエン。ホンドウファンユウエン、ユウエン。うん。ドーファビンダ。ドーファビンダ。うん。イワン。じゃあ今注文したんでね。タピオカと小豆とタルイモ、はい、お願いします。作っております。お兄さんが作っております。ビンダー、あ、じゃあ本番をビンダーベイ。これなんやろ、これなんやろね。何、うん、こういう新しいやつ注文すればよかったな、ちょっとな。、うん、すんごい湯気出てますね。まあまあでも今日は初心者向けやから。はい、うん、初心者向けやから。そうそうそう。あ、元のバーゲンにありがとう。え、あ、くれた、ありがとう。めっちゃ優しいわ、すごい。後でちょっともらおう。やっためっちゃ嬉しい。ありがとうございます、シェイシェイ。ありがとう、来ました。さあ、はるちゃん、はい、これが豆腐のスイーツね、ドーファーでーす。あとね、お兄さんがサービスで、お兄さんがサービスでこれなんかくれたね、嬉しいね。じゃ食べてみよう。はい、どうぞ。あ、いただきます。うん、え、これはもう普通にこうすくって食べる、ね、食べて、うん。あ、出てきた、はい、豆腐が出てきました。豆腐が出てきました。では、いただきます。どうぞ。あ、トンピングは、マンは弱い。滑らか、滑らか。もっとなんか甘いのかなと思ったら、なんか豆腐の味が濃い。そうでも、うん、でも、すんごい滑らかな、うん、食べ方。そう、日本の滑らかな絹こし豆腐をさらに4倍ぐらい滑らかにした。うん、4倍ぐらい滑らかです。台湾の伝統的な豆腐のスイーツ、それがドーファー豆花です。うん、美味しいですね。よかったよかった、うん、さっぱり、うん、最後の締めにいいやろ、ちょうどね、うん、これいいですね。いいやろ。じゃあ僕このなんか意味わからんやつね、いただきます。お兄さんこれです。どうですか。黒糖、周りは中はもちもちで、うん、何かしらのあんが入ってるけど、うん、何かは分かりません。なんだろう。美味しいです。美味しい。うん、どう買うにさえ分からない。うん、でも美味しい。美味しいね。美味しいね。分からんけどね。分からんけど美味しい。じゃあこれね、ドーファーと小豆本堂ね。おいしい。豆腐って感じ。これタロイモ。タロイモが食べたい。全然ちゃう。全然違う。やっぱ9分がうまい。お、全然ちゃうよ。うん、全然ちゃう。やろ。うん、マジ。どうする。こっちはもうお餅って感じ。そう。うん、なんかあんま芋感ないよね。うん、あんまないですね。うん、これもお年寄りから子供からお年寄りまで、女性も男性もみんな好きな台湾の伝統的なね、うん、本当のデザートですね、台湾のね、うん、日本でも流行ってるらしいけどね。うん、何も何回か食べますか。うん、どう、日本のと比べて。え、なんか日本のはもっとスイーツな感じしました。うん、もうこれ自体が甘いんだ。豆腐自体が甘くって、あんまり豆腐の味しなかったんですよ。あ、じゃあ日本人に向けて作り直してるよね。うん、作り直してますね。本場のやつはほんまに豆腐って感じなんだよね。うん、本当に豆腐。そうそう。いや、こんな感じですね。じゃあゆっくり食べてね。食べ終わったらもうさすがにお腹いっぱいやんな。もうちょっといけない。もうお腹いっぱいなんで、最後のまとめいきたいと思います。はい、というわけでね、ゾロの台湾一周一人旅8日目でしたけども、はい、今日はね、台湾東部のね、港町ジーロン、桐生市のね、台湾の伝統的な夜市ね、ジーロンミャウコーイエスをね、日本から来た YouTuber のね、海外系 Vlog YouTuber のね、ハルデイリーさんのね、ハル、はい、ちゃんと一緒に回ってみましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。ハルちゃんどうやった、今日は。あ、本当、もうやっぱさすがゾロさん、やっぱこう、紹介してるところ一つ一つがすごく美味しかったです。あ、よかったよかった。感動しました。あ、本当、はい、一応ね、
台湾に来たことがない、中国も話せない、ルーローハンも知らない、そんなね台湾旅行超初心者の方に向けて、はい、僕は分かりやすくね紹介したつもりなんですけども、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。うまく紹介できたかどうかあれですけども、あの台湾夜市のね、台湾の楽しさがね皆さんに伝わったらいいなと思います。そしてね、今日の昼間の方では台湾といえば9分ですよね。皆さん、千と千尋の神隠しの舞台になった9分をね、はるちゃんのチャンネルの方で僕コラボでね出演させてもらってますんで、もしよかったら皆さんはるちゃんのチャンネルもね訪れてね見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ぜひ見に来てください。はい、じゃあ今日ははるちゃん、はい、長いことありがとうね。ありがとうございます。俺もめっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。うん、いっぱい食べたね。いっぱい食べた。うん、よかった。台湾一周一人旅してて、はい、こんな可愛いことね撮影することになるとは僕も夢にも思っていませんでした。台湾一周してみるもんですね、皆さん。もうしてみるもんですね。もうよかった。I can do it. I can do it. はい、というわけで今回の動画が少しでもね役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とねグッドボタン押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録6万人、ぜひあなたの応援よろしくお願いします。じゃあね、今日はね日本から来た女性 YouTuber のね、ハルデイリーのハルちゃんでした。今日も最後まで見ていただいてありがとう。じゃあね、またね。